4つの収集方針といいまして、1つはエコールドパリ、1900年代の前半パリへパリへと芸術家みんな行ってですね、活動を行うんですけども、そういった人たちの作品、それからメキシコルネサンス、1900年頃からメキシコで革命に伴って壁画を中心とした動きがあるんですけども、そのあたりのものを集めております。3番目が現代美術、それに強度と合わせ4つの柱があります。その中でもこの美術館のコレクションの特徴的なものはメキシコルネッサンス、それから現代美術、この2つかなと考えております。メキシコのコレクションはおそらくアジアで一番と言われるぐらいに充実しておりますし、その生き様も合わせて注目されているフリーダ・カーロという作家の作品が日本でただ一つ所蔵されているという場合です。作品と来館者の距離を縮めるためにいろんなヒントを提供していただこうということで、ボランティアの方々にお願いをしています。今総勢70人ぐらいの方で回しております。在職中も好きでね、来てはおりましたけども、なかなか現代美術ですと近寄りがたいところがあったんですが、ここへ来ましてから何度も見てますと、なんかやはり共感を覚えることもあって、なかなか面白いんで、ぜひ皆さんと一緒にね楽しみたいと思ってやっております。